僕の場合ファミリービジネスだったんですね。で、4代目なので、もう子供の頃からずっと事業を引き継ぐことをこう言われ続けてきたんですけどね。今ね、日本の企業数の中のなんとね、98%ぐらいですかね、数でですよ。これファミリービジネスなんですよ。すごいです。中小企業はすごい。すごいし、で、中小企業のほとんどがファミリーオンズなんですね。で、ということは、そのファミリービジネスが変わ、まあ、GDP の中でいくとね、ざっくりした僕の計算だと、大体半分がファミリービジネスです。数は多いですけど、まあ、規模は小さいですからね。だけど半分もあるんですよね。で、このファミリービジネスが変わるとね、日本経済変わると思ってるんですね。ですから、もっともっとね、なんかこう、アメリカはファミリービジネスっていうと、評価高いんです、社会的な評価がね。で、日本でね、なんか家族経営のファミリービジネスっていうと、どっちかっていうと評価低くて、で、こう大手のね、会社に行った方がいい仕事っていうイメージがあるんですよ。で、そこをね、僕は変えてほしいと思ってるんですね。変えてほしいっていうのは、ファミリービジネスを継いで、それをね、良くしていく、大きくしていく、そこのいる社員をハッピーにしていくっていうことの方が、すごく価値のある仕事だと思っていて、それをやはり日本の、地方、特に地方にいる中小企業の、生まれの人たちに、実家に戻ってね、継ぐんだっていうふうに思ってもらえるようにしていきたいなと思いますけどね。私も、自分の子供に時々言うんですよね。だから、子供が今ちょうど新卒で働いてますが、彼が自分で会社を作ろうという気持ちで、で、お父さんより大きな会社を作りたいと。で、私が彼にはですね、これがもう絶対応援しますと言いますけども、ただ、実はそのファミリービジネスとかそういうことになったら、彼によく言うのは、別に私がゼロからスタートという理由はゼロだったから。でもやっぱりそれぞれの人がやっぱりこれそれぞれ違うところからスタートなんですけども、でも、この単なる維持するだったら、多分夢とかね、その充実感出てこないですね。そうですね。で、どんどんやっぱりこういうふうに、ゼロからスタートする必要ないけども、どういうふうに自分でさらなる、成長できるかというと、自由に夢を持ってください。で、結構皆さんやっぱり最近の若い人はちょっと、なんか無理に自分で天井をつける。で、自分で天井を作ると絶対この上に見えない。で、私がもうこれもうとにかく、ゼロだったら怖いことないです。よくないんですけど、でも怖いことないってなると、そのぐらいの、やっぱり力をつけてください。で、多分星野さんの話聞いて、私もそうですけど、やっぱり若いとこから規律があったと思うんですね。勉強もあるし、仕事もあるし、自分のライフとかね、趣味で、こういうようなことが、特にやっぱり若い時はいろんな経験を獲得する。で、そういう、で、また例えば、いや、25歳から始まらないと、遅いんだとか、今だったら、多分これからの医学だったら、120歳、130歳まで、今の若い人そうですね。は。だから、そうすると、30歳まで十分いろいろして、経験してから。で、あと、もうやるとかね。で、で、そういうふうにちょっと、もうちょっと勇気を持ってなるほど。毎日過ごしたらいいなと思いますね。そうすると、どんどんの地方も、自分だったらこういうふうに地方変えると、そうですね。もう星野さんその通りでできたじゃないですか。で、あえて言ったら、私たちが来て、もうフィットネス文化とかそういうことになると、一人の、外国から来た人たちがこういう新しいことが日本でできるようになると、20年前、30年前だったら、なかなか誰も想定しないことですけど、でも、それはやっぱり夢を持てば、あとはコツコツ やればできると、そういうふうにはぜひ皆さん、やっぱり、ギブアップしない、転調つけない、それがやっぱりぜひ言いたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。